今回は奥行き55センチのチェストを紹介します。こちらのチェスト、奥行き55センチっていうのは結構珍しくて、多くのチェストが奥行き45センチまでのが多いです。で、奥行き55センチになると何がいいのかというと、よく使われるのがクローゼットの中に入れて、クローゼットの収納を効率よくしようということに使われてます。クローゼットは奥行きがだいたい65センチとかですので、普通のチェストを入れると前が結構空いてしまってデッドスペースが生まれるんですけど、奥行き55センチだと、そのクローゼットが有効利用できます。あと、仏壇とかを置きたいっていうニーズも割とありまして、その場合でも55センチあれば余裕を持って置くことができます。天板の耐荷重は30キロありますので、仏壇を置いても、大丈夫です。ただ30キロといっても、フラッシュ合板っていって、中が中空構造になってます。おそらくこことこことここに芯が入ってるんですけど、他は中空、割と厚めの板張ってるんで大丈夫だと思うんですけど、あまりこう一点に重さが集中するようなものは置かないでください。仏壇みたいに広い面で置く場合は30キロまで耐荷重があります。で、あとこれのいいところはキャスターがついてます。キャスターなしでも使えますし、キャスターつけてもらっても、これ隠しキャスターなのでキャスター目立ちません。この台輪の中にキャスターが若干5ミリほど出るような感じになってますので、キャスターつけた場合は移動が楽々できます。つけるつけないはお客様の好みで大丈夫です。特徴なんですけど、前板は全部切りの無垢材を使ってます。こういった無垢使ってるので、こういった彫り込みとかもできますね。こういった加工も。あと、この辺丸みを持たせたようなデザインもできます。無垢なので。で、引き出しですけど、引き出しも切り、側面とこの奥の板、切り使ってます。これも切りシートを使ってます。で、箱組みですので、割と引っ張り強度が強いですね。箱組みじゃない、これ、ここに1個、この切りの板を持たせることによって、強度が増してます。これがないと、なんて言いますか、接続方法はこういったダボっていうピンで大体止めるんですけど、それをこういったこう、引っ張りと同じ方向に入れなきゃいけないんですけど、箱組みをすることによって、このダボをこう横方向に入れることができて、引っ張り方向に強度が増すようになってます。箱組みっていうのはそういった利点があります。若干スペース1センチほど少なくなりますけど、強度はそのおかげで増します。で、こう引き出しがこれで、長い引き出しになるとフルオープンレールがついてます。3段レールですね。だから一番奥のものまで取り出しやすくなってます。開け閉めも軽々です。で、これが3段のタイプなんですけど、他に4段、5段のタイプ、あと幅もこれが75センチなんですけど、確か60センチと90センチのタイプがあります。で、塗装はウレタン塗装してますので、普段のお手入れは空拭きで大丈夫です。ウレタン塗装なので汚れとか傷とか水とかにも強い塗装になってて、割と風合いも、霧の風合いもちゃんと出てるような塗装になってます。クローゼット内とかの収納に最適な奥行き55センチのチェストのご紹介でした。